ご視聴ありがとうございます。前回からの続き。今回は、ハドソンのファミコン参入、そしてロードランナーとナッツ&ミルクの発売をご案内します。ハドソンは、いよいよファミコンゲームの開発を開始する、社運をかけたゲームソフトとして選択したのが、ロードランナーとナッツ&ミルクなんだよ。でも、なぜハドソンは、この2本のゲームを選んだの？ハドソンがどのようにして、この2本のゲームを選んだのかを、見ていこう。ハドソンのゲーム選定会議。それでは、ファミコンで発売するゲームは、何にしましょう？そうだな。我が社、初のファミコンゲームで、失敗するわけにはいかないからな。第一弾のゲームでこけたら、会社が傾いちゃいますものね。そうなんだ。ファミコンの参入には、我が社の命運がかかっているからな。気合い入れていきましょう。まず、ファミコン初のゲームは、2本立てでいこうと思うんだ。2本立てですか？そう、1本のゲームが失敗しても、もう1本が成功すればいいからね。リスク分散ってことですね。そう、そして、1本は、札幌の開発チームが、ナッツ&ミルクを制作予定するだから。あとは、東京の開発チームが、何を作るかだな。今回のゲーム開発は、初め尽くしだし、開発期限も厳しいからな。ゲームの制作は、1月に始めて3月には、完成していなくてはならない。ということは、開発期間は、2ヶ月半しかないということですね。そう、4月からは、営業活動を、しなければならないからな。だから3月完成は必須なんだよ。それに、ファミコンのゲーム開発は、初めてのこと。どんな不測の事態が起こるかわからないからね。しかも、ファミコンの CPU は、日本ではあまり普及していない、CPU6502 だからな。最も確実に開発するなら、CPU6502 の、パソコンで、大ヒットしているゲームを移植することが、確実だよな。確かにそうですね。CPU6502 の、パソコンと言いますと、日本では、あまり普及してませんから、海外のパソコンになりますね。海外で CPU6502 を、搭載していて、人気のあるパソコンといえば、Apple 社の Apple II とか、コモドール社のコモドール64とかですかね。そうだな。あのパソコンは、ゲームソフトも豊富に揃っているしな。それなら、Apple II かコモドール64で、大ヒットしているゲームで。しかも、ライセンスが獲得できそうなゲームってないかな。そういえば、ブローガーボンド社のゲームは、比較的ライセンスが獲得しやすいですよ。あの会社なら、いろんなゲーム会社にライセンスを、販売してますから、版権交渉は、しやすいと思います。なるほど、ブローガーボンド社ねえ、いいかもしれないな。それで、あの会社でヒットしているゲームって、何があるのかな。そうですねー。例えば、チョップリフターとか、スペランカー、あと、ロードランナーなんかがありますね。ロードランナー？はい、ロードランナーは、Apple II やコモドール64で、大ヒットしています。そういえば、あのゲームは、社長の友達がハマっていたよな。社内でも、遊んでる人がいますし、ロードランナーはすごく面白いですよ。ファミコンで遊べたら最高ですね。なるほど、ロードランナーねー、いいかもしれないな。ロードランナーを、ファミコンに移植しませんか？きっと、大ヒットしますよ。そうだな。いいかもしれない。それに、あのゲームのライセンスを獲得できれば、ソースコードも手に入るぞ。そうすれば、ファミコンと同じ CPU の6502だから、ゲームの移植が、簡単にできるかもしれないな。それは、いいですね。面白いゲームで、しかも、移植が簡単にできるって、一石二鳥じゃないですか。よし、それじゃあ、ロードランナーで勝負しよう。わかりました。では、早速、アメリカのハドソン USA に、相談して、ブローガーボンド社へのライセンス交渉を、してもらいます。ということで、ハドソンのファミコンの第一弾の、ゲームは、ナッツ&ミルクと、ロードランナーに決まったんだ。ハドソンが、2本立てにしたのは、どちらかの1本のゲームが、失敗しても、もう1本がヒットすればいいという理由だったんだね。そうなんだよ。そして、札幌の開発チームが、ナッツ&ミルクを担当して、東京のチームが、ロードランナーを移植することになったんだよ。もし、ロードランナーのライセンスが、獲得できなくても、札幌の開発チームのゲームが、発売できるからね。それに、ロードランナーを選んだのは、ファミコンの CPU と同じ、6502を搭載したパソコンゲームなら移植がしやすい、という理由もあるんだね。そうなんだ。当時アメリカで大ヒットしていたパソコンは、Apple 社の Apple II や、コモドール社のコモドール64などが、ヒットしていて、CPU には、6502を採用していたんだよ。日本では、Z80 やインテル製の CPU が採用されることが多かったからね。それと、ロードランナーって、ハドソンのオリジナルゲームじゃないんだね。そう、ロードランナーは、アメリカのゲーム作家である、ダグ・スミスさんが制作して、Apple II で大ヒットしたアクションパズルゲームなんだよ。そして、
アメリカのブローダーバンド社が、ライセンスを保有しているんだよ。ということは、ハドソンが、ブローダーバンド社からライセンスを、取得できれば、ファミコンで発売できるってことだね。それで、ハドソンは、ロードランナーのライセンスを、獲得するために、ブローダーバンド社との交渉に、乗り出すんだ。当時、ハドソンにはアメリカにハドソン USA という、アメリカ支局があったんだ。そこで、ハドソン USA が版権交渉のため、ブローダーバンド社に訪問するんだ。ハドソン USA とブローダーバンド社。ブローダーバンドさん、今度 A 社が発売します。日本の家庭用ゲーム機で、御社のロードランナーを使用させて、いただきたいのですが、いかがでしょうか。OK。日本の家庭用ゲーム機に、弊社のロードランナーを移植することは構いません。その代わり、ゲーム1本につき1ドルの、ロイヤリティと、そのゲームが完成したら、弊社にそのゲームを見せてください。それが、同意いただけるのなら契約しましょう。ありがとうございます。その条件なら問題ないです。OK。それならすぐ契約手続きを始めましょう。こうして、ロードランナーのライセンス契約が、成立したんだよ。ちなみに、ブローダーボンド社ってどんな会社なの？ブローダーボンド社は、1980年に、アメリカで設立された、ゲームソフトなどを販売している会社なんだ。この会社は、多くの優秀なゲーム作家と、共同企画をして、それを販売するというビジネスを、していたんだよ。ブローダーボンド社が契約していた有名なゲーム作家としては、ジョップリフターの作者、ダンゴーリンさん、ロードランナーの作者、ダグスミスさん、そして、バンゲリングベイは、シムシティの作家としても有名な、ウィルライトさんなどが契約していたんだよ。その後、ハドソンは、チャンピオンシップロードランナーや、バンゲリングベイも、この会社からライセンス契約受けて、ファミコンから発売することになるんだ。おお、懐かしい、バンゲリングベイ。ロードランナーの開発、ブローダーボンド社とのライセンス契約も、完了し、東京の開発チームは、早速、ロードランナーの企画に取り掛かる。中本さん、ブローダーボンド社からロードランナーの、ソースコードが届きましたよ。おお、早いな。送られてきたソースコードは、コモドール64のものだそうです。おお、コモドールならファミコンの CPU と、同じだから、ゲームの移植も早くできるかもしれないな。どれどれ、ちょっとプレイしてみようか。いいですね。ピコピコピコ。ピコピコピコ。ピコピコピコ。さすが、ロードランナー、面白いですね。うん、このゲームなら、ファミコンでもヒットするんじゃないかな。そうですね、でも、オリジナルのロードランナーは、キャラクターが小さすぎるかもしれませんね。キャラクターが小さい？はい、ファミコンで遊ぶのは、子供たちですから、もう少しキャラクターを、大きくした方がいいかもしれません。なるほど、確かに、もともとロードランナーは、Apple II で発売された、大人向けのパズルゲームだからな。もう少し子供たちが遊びやすいように、変更した方がいいかもしれませんね。そうだな。しかし、ロードランナーの特徴である、一画面で戦術を考えながら、画面クリアを目指す、というゲーム性を失うかもしれないな。そうですね。でも、ファミコンで遊ぶのは子供たちですから、子供たちに受け入れやすい、ゲームにした方がいいかもしれませんよ。例えば、もう少し、キャラクターを大きく可愛くして、アクション性を高めたゲームにしてはどうですかね。なるほど、それはいいアイディアかもしれないな。そうなると、キャラを大きくすると、一画面では入らなくなってしまうぞ。あ、そうですね。そうなると、横スクロールゲームに大きく、変わってしまいますね。そうなんだよ。でも、その方が、アクション性が増して、面白いゲームになるかもしれません。確かに、ファミコンで遊ぶのなら、画面がスクロールできる、アクションゲームの方がいいかもしれないな。そうしましょうよ。ハドソンのロードランナーは、アクションパズルゲームにしましょうよ。こうして、ファミコン版のロードランナーは、オリジナルの一画面の戦術パズルゲームから、画面がスクロールする、アクションパズルゲームへと生まれ変わったんだ。ハドソン版のロードランナーも、面白いよね。ロードランナーの方向性も、決まり、次は、ソースコードの移植が始まったんだ。ロードランナー開発の打ち合わせ。それじゃ、ロードランナーの仕様も決まりましたし、いよいよ、開発フェーズですね。中本さん、ロードランナーのソースコードの、移植作業は、どうですか？それがだな。オリジナルのロードランナーの、ソースコードは、コモドール64のコードなんだよ。そうですね、ファミコンと同じ、CPU6552 の、ソースコードですから、移植は、しやすいはずなんですけど。まあ、そうなんだけど。さすが、一流プログラマーのダグスミスが、書いたコードだから。すごく綺麗で、読みやすいんだけどね。それなら、移植は、しやすいんじゃないんですか。コードはいいんだけど。問題は、コードの容量なんだよ。コードの容量ですか。そう、オリジナルのロードランナーの、コードの容量は、
48KB もあるんだよ。48KB ですか。ところが、ファミコンロムの容量は、16KB しかないんだよ。16KB? そう、プログラムなどに 16KB、そして、キャラクターの容量が 8KB しかないんだよ。16KB の容量しかないということは、プログラムの圧縮が相当必要ってことですね。そうなんだ。オリジナルのソースコードは、容量に余裕のあるパソコンゲーム。これをファミコンに移植するとなると、相当な圧縮が必要になるんだ。へえ。中本さん、どうしましょう。こうなったら、オリジナルのロジックコードだけを、残して、残りは、すべて書き直すしかないな。へえ。このゲーム開発は、いかにコードを少なくして容量を、抑えるかの、圧縮との戦いになるな。中本さん、頑張ってください。ロードランナーの成功は、中本さんにかかってますよ。これは、圧縮地獄のゲーム開発になるな。ということで、ロードランナーのソースコードの、入手はできたんだけど、そのコードをファミコン用に、修正して、流し込むだけ、というわけにはいかなかったんだよ。ファミコンのゲーム開発って、大変そうだね。そう、オリジナルのロードランナーは、容量に余力のあるパソコンの、ゲームソフト。しかし、家庭用ゲーム機のファミコンは、ロムの容量がとても小さかった。当時のファミコンのロム容量は、プログラムに利用できるのが、16KB、キャラクターなどに、8KB しか利用できなかったんだよ。16KB しかないんだね。フロッピーディスクでも、1.4MB だから、1400KB もあるのに。ファミコン時代のゲーム開発は、少ない容量の中で、いかに面白いゲームを作れるかの、キロバイト単位の容量との、戦いでもあったんだよ。その後、ロムの半導体の進化もあり、32KB、64、128、1MB と容量が、大きくなっていき、ゲーム開発は、少しずつ楽にはなっていくんだけどね。ここから、中本さんのプログラム圧縮の、戦いが始まるんだ。少ないコードで、効率よくプログラムを走らせることができれば、ファミコンの 16KB というロム容量に、収納することができる。ゲームがスムーズに動きながらも、バグのない短いコードを書くということは、簡単なことではなかったんだ。プログラマー中本さんの、1バイト単位での、圧縮作業が始まる。ロードランナーの開発は、90% くらいが、圧縮との戦いに費やされることになるんだ。ファミコンでイメージのゲーム開発って、大変だったんだね。そして、中本さんの努力の甲斐もあり、ロードランナーは期日に完成を、迎えることができたんだ。札幌チームのナッツ&ミルクも、完成し、こうして、ついに史上初のサードパーティーである、ハドソンのファミコンゲームが、発売されることになるんだ。ハドソン、ナッツ&ミルクとロードランナーの、発売。1984年7月、ナッツ&ミルクとロードランナーが、発売される。そして、ロードランナーは、100万本以上を販売する、大ヒット商品となり、ここから、家庭用ゲーム市場での、ハドソンの躍進が始まるんだ。その後も、スターソルジャーや迷宮組曲などを、発売し、85年には、NEC と共同開発した、家庭用ゲーム機、PC エンジンを、発売するんだ。おお、PC エンジン。ハドソンは、会社の存続をかけた、家庭用ゲーム市場への、参入によって、1980年代に、全盛期を、迎えることになるんだ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。